先頭はここで今度は神山雄一郎に変わった。松本が2番手だ。3番手はアウトの方から高橋上がっていきました。第1センターから第2コーナーカーブ、バックストレートに入っていく。先頭は神山雄一郎です。神山先頭、アウトの方から三宅、そして吉岡が襲いかかっていって、3コーナーのカーブだ。先頭は神山か吉岡、アウトから上がっていった。インコースからすぐ外、高橋も上がってくる。先頭は神山か、神山先頭か、外から吉岡、神山か吉岡か、吉岡か神山か、わずかに吉岡か。お手持ちの車券はお捨てにならないようにお願いいたします。ゴール後に落車がありました。ガッツポーズは見せていますが、吉岡まだ確定ではありません。いやー、長野さん、はい、やっぱり最後は力の勝負ですね。そうだね、後ろ大混戦なんですけども、そこをね、吉岡君外抜けて神山君も抜かせまいというこの、ね、意地は見えたんですけども、ゴール前に来ましたね。もう完璧マッチレースですからね。そうですよね、はい、